はうまそうだな。ちょっとこれが受け切れますか。生き返るぞ。
く行き止まりか。軽く探索してみるだけのつもりが随分な長旅になってしまったな。それにしてもここはどこなのだ。井戸の中としてはありえないほど移動してきたような気がするのだが、正直この世の果てだと言われても我は驚かんぞ。ま、考えてもわからんし、事態が好転するわけでもない。とりあえず元いた場所に戻るとするか。しかし来た道をそのまま戻るのは骨が折れそうだな。よし、ここは一つ我の力で帰り道を作ってみせようぞ。何も起きんな。あっ、あっ、なんだ、足元に泥沼が。なぜだ。もしやこの沼の底が元いた場所へとつながっているということなのか。だとすれば、さすがは我、これも修行の賜物だな。などと言ってる場合ではない。このままでは普通に溺れてしまう。うん？なんだか騒がしいわね。誰かおらんか、助けてくれ。大変、誰かが沼で溺れてる。